はい、こんにちは。パーカッション高見です。今回はプラスチックヘッドのパンデールについていろいろ語っていきたいと思います。ちょうど1ヶ月ぐらい前ですね、この LP のリオブラジリアンパンデールっていう12インチのパンデールにエヴァンスのハイドロリックレッドというね、クリアヘッド、プラスチックヘッドを貼ったよという動画を上げたんですけれども、あれからこのプラヘッドのパンデールについていろいろ研究しましてですね、まあ僕なりの使用感だったり結論というものが出ましたので、この動画でシェアしていきたいと思います。のでプラヘッドのパンデロ気になってるよという方だったり、パンデロ始めようと思ってるんだけど本側にしようかプラヘッドにしようかどっちにしようかね、迷ってる方もぜひ参考にしていただければと思います。でぶっちゃけって言うと、僕ね、もともとこのプラヘッドのパンデロ全く興味なかったんですよ。はい、まあ、かなりぶっちゃけてますけれども、僕結構ねアコースティックな楽器が好きだから、こういう本側でね十分っていうか本側の楽器が好きだなと思ってたんですけれども、最近のブラジルのパーカッショニストたちがね、まあ、どういう、演奏スタイルしてるのかなっていうのをね、結構ね調べたりしております。で主にねインスタグラムなんか見てると、結構若いプレイヤーが、見ることができるのでインスタでチェックしてるんですけれども、それ見てるとね、どうやら最近のブラジルのパーカッショニストたちね、ほとんど本革のパンデル使ってないんですよ。まあ高踏み調べなんですけれども、ほぼほぼこれ8割9割のパーカッショニストたちが、まあ、プラヘッドのパンデルを使ってると。でこれどういうことなのかなと気になりまして、まあ、自分でも貼ってみて、叩いてみて、まあ、調べてみたっていう感じなんですね。で一応結論が出ました。はい、で結論言いますとですね、もうこのプラヘッドのパンデイロと本革のパンデイロはもう完全に違うもの、違う楽器、別物と考えた方がいいなと思いました。はい、まあ、どういうことかというとですね、まあ、形こそ同じなんですけれども、もうこの楽器の持ち方も違うし、叩き方、演奏の仕方も違います。まあ同じ要領でやってもいいんですけれども、これ完全にね、あの別楽器と捉えて違うプレイスタイル、奏法を取った方が、まあ理にかなってるなというのが僕の結論です。はい、これ例えて言うとですね、アコースティックギターとエレキギターぐらい違うんですね。まあ、これギター弾かない人からしたらね、同じじゃんって思うかもしれないけども、アコギとエレキって実際全然違うんですね。この弦を押さえる感じも違うし、ピッキングする感じも違うし、アンプに通すか通さないかってね、まあものすごい違いがあるんですけども、それぐらい違うと。はい、じゃあ一体どういうところが違うかっていうのをね、これから見ていきたいと思います。はい、まず持ち方なんですけれども、このプラヘッドのパンデル基本的に重いっす。重いのでこれと同じ持ち方できないですね。はい、でどう持つかというと、まあ、いろんな人がいるんですけれども、最終的に僕が行き着いた、こう持ったらいいんじゃないかっていうのが、もうねこう、はい、結構ねこのスタイルで持ってる方います。つまり本側のねパンデーロって基本的にこう打面が、まあ、限りなく自分側上を向くような形で持つ。であるいはスザーノスタイル、マルコス・スザーノ奏法ですと、こういう風にね振ったりしますから、限りなく腕の軸に対して打面がね自分側に向いてた方が叩きやすいわけなんだけれども、これをまあプラヘッドのパンデーロ、まあ、つまり重いパンデーロでやるとね辛いんですよ、シンプルにね。でよっぽど腕力に自信がある人なら持ってるかもしれないんだけれども、僕はねもうこれ10分限界だなと思いました。はい、まあ、ちなみにこれね約 700g あるんですけれども、はい、で、ま、行き着いたところはこうでね、限りなくこの打面をもう垂直にしてしまうような持ち方。はい、でこのようにしてもらう。はい、なのでイメージとしてはですね、結構フレームドラムとか、あのインドのカンジーラっていうね、この片手で、主に片手で演奏する小さい太鼓があるんですけれども、限りなくそういうイメージに近づいてきてるのかなと思いました。要は打面が横向いている状態、限りなく横向いている状態で、この腕の回転、前腕の回転を使って叩くような形ですね。だから限りなくこう横向いている状態もこのままこういう風に持ってきたような印象です。あ、ちょっと分かりやすくするためにタンバリンで説明しますけれども、軽いパンデーロとか本革のパンデーロだったら、まあ、こういう感じでね、この4本指とこの指の付け根で支えるような感じでね、親指を付け離ししたり、この中指でミュートしたり、
することができるんだけど、これ重いパンデロだとなかなか厳しいですから、もう限りなくストンと落としてしまう、まあ、こういう感じになるってことですね。はい、では叩き方の違いについてちょっと見ていきたいんですけれども、親指でやるようなねトゥントゥンっていうベースは、まあ、限りなく同じようなやり方でできるんですけれども、この反対側、中指だったり3本指4本指でやるようなベースのサウンドっていうのはね、このプラヘッドのパンデロ全く違うものになってしまいます。まあ、本側だったら、まあ、親指で叩いてもこの中指側で叩いてもね、ドゥン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 と限りなく同じような、サウンドが得られるかなと思うんですけども、これプラヘッドだとねなかなか難しいというところなんですね。なのでどうするかというと、この指を立てるというよりかはですね、限りなく平らにしてこのあたり、まあ、指の太いところというか面の部分で叩くような感じになります。これ限りなくコンガのオープントーンだったりジャンベのねトーン、オープンサウンドを叩くような感じで叩くと、割と低いトゥントゥントゥンっていうようなサウンドが得られますので、例えば親指とこっち側の、ベースをね交互に叩くときなんかこう、いう感じになると。はい、なので叩き手の方のフォームもですね、これ本側の場合はこう指が丸まったような状態、限りなくリラックスしたような状態でこのチキチキ刻んだり、この指先でベースを鳴らしたりするかなと思うんですけれども、プラヘッドの場合はですね、もう限りなくこうピンってこう真っ平らな、こういう感じなんですね。もう本当にコンガジャンベを叩くような、手のフォームプラスこの前腕の回転で叩くような感じになりますので、まあ、そもそもねこの手のあり方っていうか使い方が全然違うんだなというところですね。でこの指の腹でベースが叩けると言ってもですね、やっぱこの親指のベースとはちょっとサウンド異なりますので、結構ねブラジルの人はこれとこれをちゃんと使い分けてるなといった印象です。でパターンの時なんかは結構ね親指をメインで要するにこの親指がダブルになるような叩き方、あるいはこうね連打したりする、結構ねまあ理にかなってはないっていうか、一見根性っていうかね、俺やみたいな感じなんですけれども、この連打する感覚っていうのに慣れるとね、この不思議とこの回転のスピードが鍛えられますので、まあ、細かいねフィルインみたいなのができるようになります。これはこれでね鍛えておいて、まあ、損はないのかなと思いました。あと細かいティップスとしましては、プラヘッドやっぱ反応がいいですから爪が使えますね。爪使うとちょっと硬いサウンドが得られますから、たりまあ、こうタンボリンもね爪で叩いたりすることあると思うんですけども、そのタンボリンっぽいサウンドを得ることができます。はい、というような感じですね。まあ本革のパンデロとかね軽量なパンデロは、まあ、これはこれでねこうこっちで触れるっていうメリットがありますから、この本革の若干のレスポンスの悪さもこっちで補えたりしちゃうので、まあ、こっちはこっちでね全然ありかなっていう感じだから、まあ全然別物として扱うのがいいのかなと思います。でどういう人におすすめかっていうのをね、言っておきますと、まず初心者の方、これから始めたいという方はね迷わずこっちです、本側の方ね、まあいろんな動画で僕言ってますけれども、とにかくね始めるときはやっぱりね軽量な方がやりやすい、叩きやすいです。で重いパンデロってねそもそも持てなくて挫折しちゃうということがありますから、まずは、軽量なパンデロ、本革のパンデロを選ぶといいかなと思いますけれども、これ慣れてきてねある程度叩けるようになってきたら、結構ねプラヘッドを、選ぶっていう選択肢全然ありだなと
思います。っていうかね、僕自身はぶっちゃけもうプラヘッドの方が圧倒的に可能性を感じてます。はい。でプラヘッドが向いてる人っていうのはやっぱりテクニカルなことがしたい、なんか早いね技とか、フィルインとかをしたいとか、なんかソロでいろいろなパフォーマンスをしたいとかいった方ですね。でやっぱり難易度は本革のものよりもね高いと思います。まあ、そもそもこの持ち方もね結構難しいですし、重さに関してはある程度重くてもですね、いわゆるこういうスザーの持ち、本革の持ち方をしなければ、まあ、そこまで負担ではないのかなと思ったりします。つまりこういう風にね、まあ、限りなく垂直、座面が横向くような持ち方をしてしまえばそんなに重さ気にならないかなと思います。まあ、この上でねこういう叩き方になるとは思うんですけども、まあ、この方が、まあ、人間のね腕の構造的に早く動かせますから、まあ、早いテクニックもできるといった感じです。なので、まあ、中級者以上かな、中級者以上でよりねテクニカルなプレーをしたいという方は、まあ、こっちのプラスチックヘッドが向いてるかなと思います。はい、というわけで今回はプラスチックヘッドのパンデーロについてでした。気になる方はぜひ使ってみてください。で1個注意点なんですけれども、もともとね買った時からプラスチックヘッドが貼ってあるようなパンデーロであればいいんですけれども、もともとが本革が貼ってあるパンデーロをヘッド交換してプラのヘッドに交換したいという場合ですね、このボディだったりチューニングするためのラグが耐えきれない可能性が大いにあります。はい。まあ、要はこのプラのテンションが結構強いからラグがバーンってこう外れちゃったり、ボディが割れちゃう、ひびが入っちゃうってことが十分ありえますので、プラスチックヘッドにね耐えられるボディを選んでいただくといいかなと思います。まあ、具体的にはこのチューニングラグが二重になっているものだったり、大手メーカーのものですね、コンテンポラネアとかブラジルのメーカーというよりかは、まあ、世界流通しているような LP のものとか選んでいただくといいのかなと思いますので、まあ、それだけね自己責任、十分注意してやってみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の皆のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひ参加していただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。